こんにちは、はすみです。本日は2020年最後の動画ということで、コメントに対しての動画返信プラス、あとは今年1年を振り返ってみてどうだったか、そのお話をさせていただきたいと思います。それでは早速どのようなコメントをいただいたかと言いますと、先日エンラージ商事さんの商品に対していろいろなアングルで見せてもらいたかったです。ということで、エンラージ商事さんのパーキング、ブレーキ、スイッチカバー、こちらの商品をちょっと角度を変えて写真撮影、動画撮影ですかね。こちらの方をやっていきたいと思います。こちら取り付けてからしばらく経つのですが、くぼんでるので良くも悪くも分かりやすいんですよね。別に見なくても、あ、この辺にボタンあるんだなっていうのが分かるので、たまにちょっと触ってしまうんですよね。まあ、その見た目的にどうのこうのっていうのは自分は何とも言えないんですけど、この触った時の触り心地がすごく良いので気に入っております。ただ個人的によく言えば、もうちょっとヘアライン加工、もうちょっとマッドな感じに仕上げていただけると、まあ嬉しかったかなっていうのはちょっと正直ありますね。それでは続いて今年1年を振り返ってみたいと思います。今年1年に関しましては、大きく変化したこととして、まあ仕事を辞めた、まあそういったところですね。私のチャンネル登録者数をご覧いただいてわかると思うのですが、まあ決して生活できるレベルのチャンネル登録者数ではないんですよね。でも、まあ今現状の仕事にずっとついてても、まあ先が見えないというか、別にその企業自体はすごく大きい企業だったので、安定して、その職があるっていうのだけは間違いはなかったんですが、まあいろいろと自分の中でちょっと思うことがあったので、まあやめたような形になります。ですので、今後そのまあ YouTube の収益だけではまあ生活はできないんですが、まあパートやアルバイト、まあそういったところと掛け持ちしてやっていけたらなと思っております。まあそういったそのパートとかアルバイトとか、そういったのってかっこ悪いんじゃないかって思われる方とかいらっしゃるかもしれないんですが、アドラーの嫌われる勇気とか、あとは7つの習慣とか、そういったのってご覧いただいたことはありますでしょうか。まあ、とりあえず、まあ、自分が幸せだと思う生活、まあ、それができれば、まあ、いいんじゃないかっていうような、まあ、そういった極論を言うとそんな感じなんですが、まあ、周りの目はあまり気にしない。まあ、YouTube とかやってると、いろいろ見られてるっていうのは確かに自覚はあるのですが、まあ人様に迷惑さえかけなければ、まあ自分がまあ楽しく生活できれば、その生活をまあ続けられるようにまあ頑張る。まあそういった所存で来年も行きたいとは思っております。それともう一つ大きなことといたしましては、チャンネル登録者数がまあ1万人達成したということで、本当にここまで来れるとは思っておりませんでした。まあ先ほど生活できないレベルのチャンネル登録者数とは言ったんですけど、1万人っていう人数は YouTuber の中では確かに少ない方だとは思いますが、ただ1万人っていう数字、かなり多いと思うんですよね。1万人目前の9000人の時とかは、ああ9000人から1万人かって、まあそんなに深く考えずにいたんですけど、1万人っていう数字を見るとやっぱり、おお1万人すごいなって思うんですよね。まあ他と比べればですよ、他と比べれば確かに少ないかもしれないです。でもそういったビジネス書とか見てればわかるんですけど、まあ自分は自分、まあ人は人で、自分が幸せに暮らせるように、まあ生活していく、まあ努力していく、まあそういった形で私は日々努力を続けておりますので、まあ車関係、あとはまあ他にもチャンネルありますので、まあそちらの方でもまあなるべく頑張っていけたらなと思っております。2020年は皆さんの生活も大きく変わった方とかいらっしゃると思いますが、2021年はまあ皆様が健康で、まあ何事もなく過ごせることを願っております。もちろん何事もないのは一番なんですが、何か自分の中でもうワンステップ上の生活じゃなくて、まあ生活だったり人格だったり、何かそのやりたいこと、そういったことが、まあ皆様一つでもいいので、まあ達成できることを願っております。それでは本日は2020年最後の動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。2021年も動画の方頑張って出していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆様、良いお年を。